どうも、ちぬこチャンネルです。今回は堤防のテトラで穴釣りをします。穴釣りで大きいサイズを釣ったことがないので、自己記録更新できるように頑張ります。今日釣りをするポイントはこちらです。一面テトラ体になってますね。この辺を順番に探っていきます。お猫ちゃん、おいにゃーよし、じゃあ釣り始めようかな。頑張るね。たくさん釣るね。よしと。餌は青磯目。まずは青磯目からやって、まあ、いろんな餌持ってきてるんで、状況に合わせて変えていこうと思います。今回使うのが、まあ、短いロッドにブラクリ仕掛け。めっちゃシンプル。重りはね、重い方が使いやすいです。結構水深もあるようなので、よしと。オッケー。そしたら、糸目行くか。糸目行くぞ。この穴がめっちゃいい感じです。行きます。そーん。もう落としたら、ちょっと誘ったりとかしながら当たりを待つだけです。簡単なの。うわ、来てるー、早い。すぐ来たけどどうなん？これかかってないな。食べられただけ？もう餌ない？もしかして。ああ、全然かかんない。むず。おー、よい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 、これ来てんじゃないの？来てない。意外とむずい。ちょっと当たりだけ来て、餌をかじられただけっぽいな。おーい、おい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 、当たりはすぐ来ます。もう餌ないかもしれん。ない。あっという間に取られました。もう一回行こう。餌がね、ちょっと大きい気がする。半分にちぎります。小さくして食い込みを良くしようかな。それもう一回。お、来た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 。あー、なに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 、君なに、けあら、はい、一匹目、ベラでした。ベラ、ちょっと小さめ。やっぱり岩場にいることが多い魚ですね。あ、猫ちゃんが近いけどごめんね。あげちゃダメなんだ、こういうの。リリースするよ。ぽい。あー、ごめんな、ごめんな。なんか探してる。あ、危ねえ。嘘でしょ君。ごめん、なんかごめん。あ、なんかごめん。そんなとこまで行くの。ごめんね。猫ちゃんにあげるのは良くないから、まあげることはしないけど、もしかしたら魚落としちゃったらね、まあそれを加えて走って逃げられたらどうしようもないので、きっと落とすこともあるでしょう。よし、来た。おお、作戦成功。おお来たはい、穴釣りの一番メインターゲットですね、カサゴちゃん。ちょっとサイズは小さいけどね。よし。あー、落としちゃった欲しかったらしい、猫ちゃんが。よし、もう餌がなくなりました。ちょっと餌変えます。今日持ってきた餌です。まずは虫餌ですね。スルメイカ、キビナゴ、オキアミですね。オキアミで行ってみるか。オキアミ2個掛け、まだ試してないもんね。全体的に釣れる魚が小さいな。ちょっとこう大きいのが釣れるとね、ワクワクするんだけど。来た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 、オキアミ来た、オキアミ来た。おお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 お、カサゴでした。このくらいのはめっちゃいっぱいいるみたい。
落としちゃった。おお、あ、私のミスで落としてしまった。猫ちゃんがどこ運ぶか見よう。あ、泣いてる、声がする。あ、いる。テトラの中に猫ちゃんがいます。子猫だ、かわいい。ミケちゃん、あ、3匹いる。やっぱり運んでますね、お母さん猫が。来た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 。あー、なんか違う魚来た。なんだっけこれ、なんか金魚みたいなやつ、なんだっけこれ、これスズメダイみたいなやつ。スズメダイで合ってんのかな。おー、来た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 。うわー、わー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 、はい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 、君はいっぱいいるんだね、カサゴさん。サイズがちょい小さいな。テトラの先端まで行けば大きいのもいると思うんですけど、手前だとね、やっぱりちっちゃいのしかいなそうですね。よし、比較的足場のいいテトラを見つけました。あとはあんまり奥まで行かないように気をつけて行ってきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、 OK OK、 ここまでだな。もうこれ以上はいけません。なのでこっから投げる感じで、長い竿を使います。餌はイカの切り身、重りは8号つけました。結構重いんでね、飛ぶと思います。まあ、こんなちょい投げみたいな形でもできるんじゃないでしょうか。よ、来た来た、でかい。おーおー、これは重たい、これは重い。おう、おー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 、これはな、あー、これもまたなんか入っていったな。すぐそこで入っていきました。よし、来た来た来た、キャーキャー、ちょっとちょっと、はい、よし、いいサイズいいサイズ。これは持ち帰ろう、これ持ち帰るから、私のだから。お、猫ちゃんが、猫ちゃんがすごい、猫ちゃんに囲まれた、猫ちゃんに囲まれました。ちょっと猫に取られないように一旦ビニール袋に入れますね。よいしょよいしょ、はい、はいはいはい、いいサイズいいサイズです。尺はないと思うけど、それでもいいサイズ。だいぶ風が強くなってきて、ちょっと外向きやりづらくなりました。なのでね、最初にやってた内向きのポイント戻って、もう一度そこで竿を出してみます。おー、当たってる、すぐ当たる、ほら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 、なにこれ、わー、かかんない。おー、当たってるって。あ、来た来た、ダメだ、かかんない、むず、イカむず、当たり、お、よし、次はちょっと食い込むまで待とう。当たりすぐ来るんだけどね、なかなか張りかかりしないので、だいぶ待ちますよ。おお、当たってる当たってる当たってる、ダメだ、これで合わせちゃうと、これで合わせちゃうと、これダメなんだよ、これで合わせちゃってもダメなんだよ。ああ、来た、お、大きいんじゃない、来た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 、何、めっちゃ重いの来た、めっちゃ重いの来た、何これ、めっちゃ重いの来たよ、負けない負けない、めっちゃ重いの来た。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、あっち側行かないと、あっち側行かないと、取れない取れない取れない、よいしょよいしょ、おおおお、なんかでかいのいる、なんかでかいのいます、なんかでかいのいる、何これ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こんなでっかいの見たことないんだけど、うわうわ、ちょどうしよう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 、ちょよいしょよいしょ、おお、いやー、切れた、いや、
けど、こんなのいるの。ハタです、ハタ。イカに来ました。嘘でしょっていうぐらいでかい。ちょっと待ってやったやった、めちゃくちゃでかいの来た。測ってみます。おほほ、これはもう船で釣るサイズですね。嘘でしょ、嘘でしょ。え、ちょっと待って、でかいでかい。40にやりますめっちゃ嬉しい。やった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 よし、いや今日は十分ね魚が釣れたんで、いい小屋飯を作ろうと思います。あ、寒い。はあ、あ、なんか落ちてる。あ、もう上も取れちゃってゴミですねこれはね。よいしょ、釣り場はね綺麗にしましょう。よし、あ、手袋も落ちてる。あ、なんだろう、これもゴミでいいのかな。拾っていきます。はい、釣り場は綺麗に帰りましょうね。どうも、すーちゃん。うん、ねえ、寒いね、最近ね。じゃあ、美味しいご飯作るからにん。今回の戦利品は？はい、赤旗です。42センチ。大きい。おかっぱりやイカダでもこんな大きい旗は一度も釣ったことがないです。調べてみると、体長は大きくて40センチ程度と書いてあるので、こちらは最大サイズですね。こっち、青旗。こっち赤旗だと思います。合ってますかね釣りの時期はだいたい夏頃なので、12月にこれが釣れるということはまだ海は高水温なんですね。一匹でも十分な食べ応えがあると思います。他の魚は後日美味しくいただくとして、こちらを調理していきたいと思います。旗系の魚はね、鱗がとっても取りづらいです。鱗取りで丁寧にね取っていきます。はぁ、痛いめっちゃ大変だぞ。やっぱりまだ半身あるよ。頑張って取るよ。そしたら頭を落とします。よし、取れた。いや、そんなことよりすごいよこれ。身にものすごく油が回ってると思います。下ろしていきますね。よし、うわ、めっちゃ身が白くて綺麗。こんな脂の乗った赤旗見たの初めてですね。腹骨をそぎ落とします。背と腹に分けていきます。そしたら身を綺麗に拭きます。はい、バーナーで炙りますね。おー、パチパチいってる。すぐ冷やします。十分冷えたら薄くそぎ切りにしていきます。お皿にお刺身並べて、にんにく、五島焼き塩、レモングラス入り、ふりかけて、玉ねぎとサラダ乗せて、オリーブオイル、レモン、にんにくチューブ、柚子胡椒を入れます。蜂蜜、甘みを足してよく混ぜます。かけていきます。 OK。 黒胡椒をパッと振りかけたら、できました。赤旗柚子胡椒カルパッチョ完成です。ニンニクと柚子胡椒を入れてさっぱり仕上げてみました。炙って焼き色をつけたお刺身に合うんでしょうか。いやー、楽しみ。お野菜と一緒にいただきます。うわ、めちゃくちゃ美味しい。想像通り身に甘みがありますね。脂乗ってる。柚子胡椒のいい香り、めっちゃ美味しいんだけど、皮は結構硬いです。普通のお刺身の方が食べやすいんじゃないかと思います。うん、柚子胡椒のピリッと感とお魚の甘みと旨味、めちゃくちゃよく合ってますね。はい、今回は伊勢門屋ビールさんのネルソン装瓶、ネルソンだって、ネルソンズお、クリアな色、泡立ちもいいですね。いやー、日々お仕事お疲れ様です。それでは乾杯。
うん、この缶に書いてある通り白ぶどうみたいな香りがするので、ちょっとシャンパンっぽくも感じますね。とてもカルパッチョに合ってると思います。美味しい。うまー。2品目作っていきます。お鍋の中に骨と腹骨のところも入れて、お水を加えて火にかけて出汁を取ります。アクが出てきたら綺麗に取ります。ちょっと見てもらっていいですか。これすべて魚から出た油です。この出汁は期待できそうです。酒、ソーミシャンタン、鶏ガラスープの素でもいいですね。塩、ニンニクと生姜、みりんもう目分量です。醤油はちょっと、アルコールを飛ばします。はい、輪切り玉ねぎ、火を止めて冷ましてる間に入れておきますね。野菜からの甘みが出ます。キャベツ大きめに切る、人参、ニラ、三つ葉、焼き豆腐、きのこ、のこのこ、元気のこ、まいたけ、まいたけ、まいたけ、鶏ももミンチ、玉ねぎのみじん切り、いっか、全部入れちゃう、白味噌、塩、ごま、ごま油、生姜チューブ、粘りが出てきたら OK です。そしたらこちらのお鍋に鶏のもも肉と特製鶏団子、はた、火が通ったら三つ葉を乗せて、できました。ちゃんこ鍋の完成です。ちゃんこというのはお相撲さんの作る鍋です。赤旗で取った出汁に鶏の旨味を効かせて、野菜もたっぷり入れました。すごくいい匂いがしてます。めっちゃ太いネギを発見したので買ってしまいました。てっお、少し黄色みがかった感じ。白髪ネギを作ります。水にさらしておく。生姜、細い千切りに、キャベツはざく切り、軽く切れ目を入れておきます。アルミホイルにキャベツとネギを敷いて切り身を置きます。塩、お酒をかけて、醤油、ふんわり包みます。スキレットに乗せて大きかった気をつける。いい匂いしてきた。はい、あっという間にできましたね。ごま油熱して、よいしょ、よし、かける。おー白髪ネギ、生姜、三つ葉、できました。赤旗の中華風酒蒸し完成です。ホイルに包んでしっかりと蒸し焼きしました。ごま油のいい香りがしてます。すーちゃんにおやつをあげましょうはい無添加厳選マグロナチュラルモンプチですね。ちょ、見えない、見えないから、すーちゃん見えないよ、見えないよ、早い早い、無添加だからきっと体にもいいはずすごい鼻息ふんふん言ってるかわいい。わあ、すっからかん綺麗に食べた、すーちゃんもうないよ、よいしょ美味しそうでしょ。あ、ダメよよいしょ、はい、完成しました。いただきます。中華風酒蒸し、うわー楽しみ。うん、うまー、すぐうまい。うん、わ、めちゃくちゃ美味しい。あー、ごま油の香りいい。うーん、皮も火を通すともっちもちになりますね。生姜とネギが効いてます。お野菜も甘くて美味しい。うん、このハタめちゃくちゃ美味しいですね。すっごい旨味、ネギもトロトロ、かけちゃおう、絶対に合うはず。うん、お酢を加えるとさらにさっぱり。うん、うん、
お鍋いっちゃうか。しっかり出汁を取りましたよ。鶏団子、鶏団子、ああいい形。うわあ、これも間違いないでしょ。ああ、うまー。お魚の上質な甘みっていうんですかね。口に入れた時にまったりしてるんだけど、後味すっきりみたいな感じ。赤旗もいってみます。皮がプルンプルン、身も柔らかい。鶏団子いってみます。あ、すぐ美味しいわ。うん、これは食べきれますよ。どすこいどすこい。締めのうどんいただきます。ごっつぁんです。今回は堤防からの穴釣り、一つ一つ穴を探っていって当たりが出て、こうぐーっと魚が穴から出てきた時にはドキドキしますね。そしてまだ水温が高いこともあって、最大サイズの赤旗現れた時にはもう大興奮しました。魚釣りってそんなサプライズも起こるから楽しくてやめられないですね。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。穴釣りやってみたいな、赤旗美味しそうだったなと思った方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。そしてコメントもいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ひひひひひひひ。